皆さんこんにちは。CF ネッツ PM 事業部、サブリーダーをしております新井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、賃貸物件オーナー様必見ということで、賃貸物件をお持ちの大家さんまたはオーナーさんのためにですね、まあ、皆様がご加入されている、まあ、その建物につけていらっしゃる保険についてちょっと見直しのご提案をさせていただければなと思います。で、これですね、聞いたことありますでしょうか。施設賠償責任保険入ってますかということで、まずは入っているかどうかを確認していただきたいんですね。で、まあ、火災保険に一緒にセットで、まあ、ついている場合もありますし、別でご加入する必要がある場合もあります。それから過去2015年以前というふうに書きましたけれども、まあ、ちょっと古めの火災保険の、まあ、商品ですと、まあ、ついていない場合もありますので、まあ、そういう場合にはですね、まあ、それで十分なんだというふうに、まあ、思っていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、まあ、改めてですね、まあ、古い火災保険には施設賠償責任保険、そもそも商品がなかったという時代もありましたので、ちょっと改めてですね、まあ、この施設賠償責任保険を、まあ、ご理解いただいて、まあ、ご加入をご検討いただきたいなというふうに思っているところでございます。で、そもそもですね、施設賠償責任保険とは、まあ、どんなものでしょうかというところなのですが、こちらは、施設の欠陥ですとか施設内外で行われる、仕事の遂行によって生じた対人・対物事故による損害を保障する保険ですというところでございます。なかなか表現で言うと、まあ、固い表現にはなるんですけれども、というとどういうものなのかというところですよね。主にですね、給排水管からの漏水により開花や隣室に浸水被害を起こしてしまったケースで、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いしますということになります。なので、まあ、主に給排水管からの漏水なんですけれども、まあ、そういったところからの漏水で賠償責任を負ってしまったという場合に保険金をお支払いするということになるんですけれど、どういったケースが弊社でもあったかというところをお伝えしますと、まあ、老朽化を原因とするものですと保険金をお支払いできないケースもありますので、まあ、必ず全ての給排水管からの漏水が保険金支払われるというわけではないんですけれど、こういったものに関してどんなケースの場合に保険が降りたということを見ていきますと、弊社でもいくつか事例がありまして、ちょっとそれ3つ挙げさせていただきましたので見ていただければと思います。排水の詰まりとトイレの故障による漏水ということで、まあ、設備の劣化ではないんですね。排水が詰まってしまって、それからレバーが壊れてしまったっていうことによって水が出続けてしまったことによって、隣の部屋、それから開花のテナントに漏水の被害が、広がってしまった。そして復旧に、なんと1000万超えですね、1240万円かかってしまったなんていうケースがあります。で、開花が、テナントさんだったようで、まあ、そのテナントさんの、まあ、商品だったり原状回復だったりっていうものに多額の損害が出てしまった場合に、まあ、こういう大きな金額に発展する場合もあります。それから2番目の例として、まあ、普通の、まあ、排水詰まりですね、排水が詰まってしまって開花に漏水が発生してしまったなんていう場合に、まあ、復旧工事、それから緊急対応の費用として約70万ですね、かかった。それから電気温水器から開花への漏水ということで、電気温水器というのは多くの水を貯めて電気によってお水を温めて使用するという仕組みになっていますので、多くの水がタンク内に水が貯められているという状況になります。で、そこからの漏水になりますと非常に多くの水が
開花の方にわーっと流れてしまうんですね。そうなった場合で、実際にあった被害額が約170万というふうに多くの被害が出てしまったなんていうケースもありました。なのでですね、この保険を、私だったらば絶対入っておかないと心配だなというふうに思う保険なんですけれども、以前はですねこれが付保されていない場合もあったようですので、ぜひ見直しの方をしていただければと思います。で、次が保険料どのぐらいでしょうかっていうことなんですけれども、一つの契約の最低保険料は5000円になります。で、複数の物件を所有されているオーナー様は一つの契約に、まとめることもできるそうなので、そうなりますと、割安にもなるということでございますので、ぜひこの機会にですねご検討いただければなと思います。で、他社さんで、ご加入されている方もですね、ちょっと今一度ご確認いただいて、弊社で入られるか、別の保険会社さんだったらばそちらの方で、見直しをされるかっていうのは、ご検討いただいてお決めいただければなと思いますので、ぜひお見積もりなどご相談をどんどんいただければなというふうに思います。で、お問い合わせなんですけれども、できればメールをいただけるとありがたいなと思います。鎌倉本店@cfnets.co.jp の方にメールをいただきまして、保険の方をご検討しますということで、ご連絡いただければなと思います。私宛でも構いませんし、見積もりしますのでぜひご相談いただければなというふうに思います。それでは、今日は、施設賠償責任保険のお話ですね、ぜひご検討いただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日の動画はいかがだったでしょうか。 CF ネッツではプラチナ会員およびゴールド会員を募集しております。ゴールド会員にあたってはですね、月額1000円でプラチナ会員とですね同等のサービスが受けられるということでですね、 CF ネッツのホームページから詳細ご覧になっていただけたらと思います。あとは物件購入にあたってはですね、今ほぼ毎週のようにですね、一棟もののフィールドワークおよびワンルームのフィールドワーク開催しております。物件の良し悪しをですね、うちのスタッフと一緒にぜひ物件見て回っていただけたらと思います。こちら同じくですね、ほぼほぼ毎週ですね、一棟ものにあたっては物件討論会、そしてワンルームにあたっては物件購入会という形でですね、当社のスタッフが事前に物件見てきてですね、良さそうだなと思うものはですねプレゼンさせていただくと、そしていいものがあればですねぜひご購入いただけるということで、いい物件に巡り合うチャンスになっておりますので、ぜひご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いします。